平成21年度決算ほか2件及び休憩前に説明を聴取いたしました平成21年度予備費関係4件を一括して議題とし質疑を行います。なお本日の平成21年度決算ほか2件の質疑は締めくくり総括質疑でございます。まず私が決算委員長として若干の質疑をいたします。質問に先立ち私から一点申し上げます。平成21年度当初予算及び第一次補正予算は麻生内閣の下国会の議決を経て成立した規範であります。国の財政処理権限は国会の議決に基づいて行うという財政民主主義、財政に関する議会的統制は我が国の憲法上の大原則であり、国会による予算の議決は財政民主主義の核心をなすものであります。しかしながら21年9月に成立した鳩山内閣は同年10月の閣議において同年度予算の一部について執行停止等を決定いたしました。補正予算の提出及び議決という正規の手続きを経ることなく閣議決定によって国会の議決を誠実に執行しなかったことについては財政民主主義を定める日本国憲法の本旨にかなわないものであるとの指摘もなされているところであります。以上冒頭申し上げまして以下野田総理にご質問いたします。まず第一問目でありますが、福島第一原子力発電所の未曾有の事故は放射性物質を大量に放出拡散させ周辺住民の方々の平穏な生活を奪い農業、漁業などに携わる方々に極めて深刻な被害を与え続けています。私自身も被災地に何度も足を運び多くの方々が苦しんでいる現状を目の当たりにして二度とこのような事故を繰り返してはならないと強く心に刻んだところであります。事故発生後これまでの政府の対応についてさまざまな問題が明らかになりました。例えば電源の供給がストップした場合の対策が不十分であったことなど安全対策の不備が露呈いたしました。また政府が放射能による影響を迅速に予測するため平成21年度までに116億円もの予算を投じて開発したシステムスピーディーについてその情報がすべて公表されたのは事故から1ヶ月以上経過してからであります。これらにより被災地の方々をはじめとする国民の原子力行政、特に原子力発電所の安全性に対する信頼は大きく損なわれました。事故から8ヶ月余り経った現在、政府の対応をとりわけ電源喪失時の対策の不備やスピーディーの情報開示の不手際などについてどのような点を反省し、今後どのように改善すべきだとお考えでしょうか。また事故により避難生活を強いられている方々、生活の糧を奪われた方々、風評被害に苦しんでいる方々に対し国としても最大限かつ迅速な支援を行う必要があると考えますが、今後の具体的な展望についてご説明いただけますでしょうか。野田総理の所見を伺います。野田総理。ただいま山本委員長から東京電力福島第一原発事故への政府の対応についてお尋ねをいただきました。政府が取りまとめました IAEA の報告書においても電源喪失時の対策やスピーディーの情報公開への対応も含め28の教訓が整理され順次実施しているところでございます。具体的に電源喪失時の対策については安全審査指針において長時間の電源喪失が想定されておらず十分な安全対策が取られていなかったことから電源車の配備など緊急安全対策を講じるよう指示したことに加え安全審査指針の見直しも含め具体的な安全対策の強化について検討を進めております。またスピーディーについては事故発生直後計算結果の公表が遅れたことについては遺憾であり
避難行動の参考として本来活用すべきでありました。今後スピーディーなどを効果的に活用する計画を立てるとともに、スピーディーの活用結果は当初から公開していきたいと考えております。さらに事故調査検証委員会等において徹底的な検証が続けられており、これらの結果も踏まえつつ、今回の事故から得られた教訓をもとに原子力安全規制の見直しに取り組んでまいります。次に被災者生活支援についてでございますが、今後も関係機関の協力を得つつ、被災者の皆様への支援に万全を期すとともに、まずは一刻も早い事故収束を図り、避難している皆様にお戻りいただける環境を除染やモニタリング等により整備してまいります。最後に原子力損害賠償についてでございますが、今回の原発事故により被害を受けたすべての方々が、その損害額すべてについて迅速かつ適切に賠償を受けられることが何よりも重要と考えます。このため政府としては、原子力損害賠償支援機構による支援や原子力損害賠償紛争審査会による賠償指針の提示や和解の仲介等を行っているところであり、東京電力により迅速かつ適切に賠償がなされるよう万全を期してまいります。次の質問に移ります。東日本大震災により学校や病院をはじめとする公共施設が大きな被害を受けたことを踏まえ、これらの地震・津波対策を一刻も早く進めることが大きな課題となっています。しかし公共施設の耐震化率は全国平均で6ないし8割程度にとどまっており、海岸や河川の堤防の整備についても当初の計画よりも遅れが見られる箇所もあります。一方で政府の報告書によれば、今後の地震・津波対策の方向性として、津波が到達する時間が短い地域ではおおむね5分程度で避難できるような街づくりを目指していくこと、公共施設などはリスクの少ない場所に建設していく必要性などが述べられています。これらを踏まえ、23年度第3次補正予算では学校の耐震化や堤防の整備のための予算などが盛り込まれていますが、これらが無駄遣いされないよう財務省や会計検査院などが中心となってしっかりチェックしていく必要性があります。学校や病院などの公共施設の耐震化率を向上するための今後の方針、これから進めていく地震・津波対策の具体的なスケジュール、地震・津波対策の予算が効率的・効果的に執行されるようチェックする体制づくりについて野田総理の所見を伺います。野田総理。公共施設の耐震化や地震津波対策に関しご質問をいただきました。学校病院などの公共施設の耐震化は極めて重要であると認識をしております。公立の小中学校につきましては、できるだけ早い時期に耐震化を完了することを目指しております。病院につきましては、災害拠点病院等を対象に耐震化を着実に進めております。次に地震津波対策のスケジュールにつきましては、東日本大震災を踏まえた対策の充実のため、中央防災会議において防災基本計画を年内に見直す予定であり、また発生が懸念される東海、東南海、南海地震や首都直下地震についても防災対策の見直しを進めているところであります。最後に地震津波対策の予算につきましても、効率的・効果的に執行されることが重要であり、会計検査院による検査のほか、財務省における支出負担行為の実施計画の承認等を通じ、予算の執行をしっかりとチェックしてまいりたいと考えております。3問目に移ります。会計検査院が作成した平成21年度決算検査報告では、国が補助金などを出して作らせた基金が有効に活用されていないことが数多く記載されています。例えば経済産業省の技術振興基金などでは、基金事業を行っていないものや運用益を他の事業に充てるなど73基金108億円について
不適切であるとの指摘がありました。また22年度決算検査報告でも20年度と21年度の補正予算により国が都道府県に作らせた基金について執行率が伸び悩んだため国から交付された 3.4 兆円のうち2兆円が活用されないまま残っているとの指摘がありました。この原因として国が地方自治体側のニーズを把握できておらず使い勝手が悪いためであるとの指摘もなされております。地方自治体側のニーズをしっかりと把握し使い勝手を良くするため政府は今後どのように取り組むつもりでしょうか。またこれから震災復興にまだまだ多くの予算が必要となることを考えると有効活用されていない基金を徹底的に見直し不要なお金を国へ返させるべきではないでしょうか。野田総理の所見を伺います。野田総理。基金の有効活用についてお尋ねをいただきました。山本委員長からご指摘いただいたとおり会計検査院から平成21年度決算検査報告においては一部基金事業につき基金による事業を行っていない運用益を他の事業に当てている等の指摘がなされました。また平成22年度決算検査報告においては平成20年度及び平成21年度の補正予算により造成された基金について現時点において未執行となっている額が多額に上っているとの指摘をいただきました。基金事業につきましては交付にあたって要望調査等を十分に行い各事業の実施状況に見合った配分等を行うなど会計検査院の指摘を踏まえた検証見直しを徹底し基金事業の適正な執行を図ってまいりたいと考えております。その際基金事業の進捗状況は厳しく精査し使用見込みのない基金については国庫返納させるなど適切に対応してまいりたいと考えております。最後に本決算委員会は決算の国会提出のさらなる前出しができないかと考えこれまで理事会などで検討を重ね今年の8月に財務省及び会計検査院に対しさらなる早期提出に向けた取り組みを求めていくことを理事会において申し合わせました。決算重視の参議院における決算審査の一層の充実に向け決算の早期提出の実現に向け野田総理におかれましても格段のご努力をいただきますよう委員長として要望し質問を終わります。以上で私の質疑を終わります。